僕は小さい頃からずっと睡眠を大事にしてきました。西川のオーダー枕やエアマットレスをずっと使い続けてきたのは、睡眠科学研究所によって睡眠を科学的に分析して作り上げられた西川のスリープテックが盛り込まれているからです。西川でこれからも質の高い睡眠を追求していきます。西川のスリープテックエア、理想的なパフォーマンスのために。皆さんこんにちは、大谷翔平です。僕は健康管理やセルフケアのために小さい頃からずっと大事にしてきたことが睡眠です。だからこそ皆さんにも睡眠の重要性を知ってもらったり、睡眠をしっかりとるきっかけを作るために、これからいろいろなキャンペーンやウェブでのコンテンツを発信していこうと思っています。睡眠の大切さを学んで、僕と一緒に大きい夢を見ましょう。今日よろしくお願いします。まず右向きです。まあ、前回と別の素材を選んでいただいても全然問題ないです。柔らかいのが良くなってきました、最近。あ、ほんまですか。はい、こっちで、はい、じゃあお願いします。はい、ありがとうございます。今自分の中では違和感とかありますか？ちょっと高いなっていうイメージですかね。わかりました。でその辺りは結構こうなってる感じはします。ありがとうございます。本気に関しては横はそうですね、まあまあちょうどいいですかね。ちょうどいいぐらいです。こっちにしなきゃいけない。はい、こっちにしなきゃいけない。はい、こっちですかね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本田さん、こちらで口に書き換えていただいて、はい、次のステージ。はい、お願いします。じゃあ太田さん入ります。足元とかも結構リラックスムードを出したので、はい、伸ばしたりしても構わない。はい、はい、カメラ目線続けてください。基本カメラ目線で。はい、カメラ目線お願いします。はい、はい、いいですね。はい、いいですね。はい、はい、こういうのですか？うん、もうこういう朝の感じが出てるので。実際寝起きなんですね。起きたばっかだからもうリアルに。向き合ってます。これで今向き合ってますか？合ってます。あんまり動きませんね。ちょっと他も見えたりしてるんですね、枕を。あ、そうですね。はい、いいですね。いい表情です。優しく、そう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 。じゃあ、また35、35で続きます。そうね。でも今、症状最高。はい、素晴らしい。なので、またいいね。うん、いい。ね、撮ったら可愛い。可愛い。で、遠征に行ってやるにはこいつも持っていかなきゃいけない。ちょっと重ねるだけなんですけど、これぐらいならまあまあ多分巻いて持ってったりとかできるんで、将来的に一体になる予定はないんです。あ、そうですね。今はアドバイスいただいて。僕は小さい頃からずっと睡眠を大事にしてきました。理想的なパフォーマンスのために、僕は西川でこれからも質の高い睡眠を追求していきます。ありがとう。ありがとう。はい、じゃあ以上になりまして、今度グラフィックになります。はい、こちら。はい、お願いします。お願いします。せーの。はい、これでスマイルがもう少しいただきたかったんで。中に回復できるか。これからですか？これからです。はい。最初に測ってもらった枕が仕上がりましたので、はい、うん、ありがとうございます。じゃあ、はい、ありがとうございます。これで終わりますので、はい、はい、ありがとうございました。以上です。ありがとうございました。
思い出、まあ、まだ数ヶ月ですけどね、僕がちょうどリハビリというかその手術して、まあ、ずっとほとんど本当にベッドの上にいなきゃいけない、まあ、できなかったので、何もできなかったんで、ベッドの上でまあなんか見たりとかまあできる仕事したりとかっていう感じでしたけど、もう常にまあここにいる感じだったんで、本当にまあベッドに一人と一匹みたいなのがまあ1ヶ月ぐらいもずっと続いてたんで、それが一番の思い出ですかね。僕もギブスしてかゆかったですし、はい、じゃあ普段はデコピン君はもう隣とか近くで寝てるんですか、夜も。そうですね、僕のここら辺にいるか足元にいるか、どっちも彼次第ですね先ほどあのデコピン君に西川さんからあの寝るためのクッションをいただいたという話を聞いたんですけど、それについてはどんな反応だったですか。あ、喜んで乗ってましたね多分いつも使ってるマットレスと一緒なので、はい、本当に自分サイズっていうだけで、はい、多分まあ居心地はいいんじゃないかなと思います。